皆さんどうも、ラングマスタードヒーです。舌伸ばしすぎだから。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きにゃんこ大戦争、また新たな卵をゲットだ。ゆで卵にしちゃおう。食べたらダメでしょうか。この卵からはどんなやつが出てくるのか。出てこい、クロダルターニャ。クロダルターニャは出てきません。出てきたのはなんだ、お調子もんか。速攻で変な名前つけられてるな。レベルマックスにしてどれぐらい強いか見てみよう。ゾンビに強いみたいだからここに挑戦だ。ぶっちゃけこいつ一体で余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り、そこまで強くはないと思うけどな。いやいや、そろそろ卵から超激レアより強いやつ出てきてもいいと思うんだけどな。しかもレアにしては高いお値段だからね。確かに激レアでもいいぐらいのお値段だね。だからサイクロンぐらい一瞬で倒してくれるんじゃないのかな。それじゃあお調子もん猫行ってみよう。まずは犬を一撃でしょって、潜られんの忘れてた。犬のことはもうどうでもいいや。問題はサイクロン、サイクロン、サイクロン、あっという間に倒しちゃえ。いけー、どうだ、一緒にしてやるだ。めちゃくちゃ弱すぎ。あ、ちょ、ぺちょ、ばー。あっという間にやられちゃいましたとさ、めでたしめでたし。全然めでたくないから、ちゃんと妨害とか連れてこいよ。じゃあ妨害使ってもう一度、まずは御霊を出していく。これで動き遅くして、あとはこのお調子もんでガンガン攻撃してこう。これで強さがわかるかな。せっかく進化素材使ったんだから強くあってくれよ。どこ行った、お調子もん、なんか姿が見えないぞ。後ろに隠れちゃってるね。動き遅くしてる、今がチャンスだ。いけ、あれやられちゃってる。毎回毎回やられるの早すぎ。だいぶ近づいてるみたいだから近距離攻撃なのかな。近距離すぎだから自らやられに行っちゃってんじゃん。だから動きを止めないと攻撃できない感じかな。頼むから動き止めて、動き止めて、またやられてる。これじゃあ特にやられることじゃないか。波動も出して攻撃は強そうな感じするのにね。動き止まってる、今がチャンス。急げ急げ、急いで攻撃に向かうんだ。これでようやく活躍できるかな。ガンガン攻撃、ケイ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 、ゴレシゴレシゴリラ押し出し。強いんだかどうだかよくわからんな。クマンケンとかの方が強そうな感じはするね。というわけで進化させなくてもいいかもね。そして続いてジャンフォレ、ジャンフォレ、ジャンフォレだ。ジャンフォレエリア中に行ってみましょう。メンバーはおなじみ最強メンバーで行ってみましょう。これでここも余裕のよっちゃん89歳イルバナークス。大事なものをなくすなよ。まずはボサボサ犬から登場か。こいつはサンマジレンマ鬼ニャンまであっという間に倒しちゃうからね。ゴリラのシャンプーぐらいあっという間だよ。ゴリラがそんな早くシャンプーするか知らないけど。天使カバ野郎もお出ましだ。うわー、焦げすぎたゴリラも出てきた。おにやま一体でいけるか。もう強引な一撃、攻撃力で強引な一撃、どんなダメージを与えてる。もう一回いけ、なかなかやられてくれない。攻撃力アップで俺、うわぁやられちゃった。怒りのブラッコリーは強いよね。そんなやつがめちゃくちゃおかわりされてる。このおかわりの量にはオギファイターもびっくり仰天。テストはれってツルツル食べれるところで、いやいや、やばすぎる。そこでやられた鬼ヤンマハーデスもこの攻撃耐えれるか。相当厳しい状況だね。ピザのお持ち帰り
箱を盾で持って帰ってきたぐらい厳しいかもしれない。いや、ぐちゃぐちゃになっちゃうよ。勢い全然止まらない。これはミラクルスーパーピンチ、略してミラスピン。ミラスピンじゃないから、どうすんだろこの状況を。運よく倒してくれることを祈るしかない。だってニャンコ大戦争は運ゲーだからね。そんなことはないけどな。ハーデスがどうにか耐えてくれないかな。ナイスハーデス。やっぱり強いねハーデスは。強すぎ、強ぽん一切ハン、強ぽんベビー。これでもう終わりかな。まだまだヤバいやつ出てくるでしょう。勘弁大弁関西弁どやさ、このまま終わりにしてくれよ。出てきた、焼き鳥野郎が出てきたよ。さらにはゾンビも出てきたね。ゾンビだかカルビだかよくわからないけど、油ジューシー炭火でいただきます。何わけのわからんこと言ってんだよ。ハーデス、ここで終了か。だけど代わりにガオがやってくれるはず。さらにはおもうコンボフンボフンボシミやべえやつ。落ち着きなさいよ、噛みまくってるから。熱い戦いで落ち着いてれるわけないでしょう。焼き鳥野郎に一撃食らわしてやれって言いたいところだけども、ゾンビ邪魔くさいな。ちょっとどんだけ出てくるんだよ。ここはゾンビ対策必要だったかな。対策しないとしんどすぎるから。ゾンビってめんどくさい。僕天才、緑のお野菜チェンゲンサイ。ギャグやってる場合じゃないでしょ。ギャグやってる間に全員あっという間にやられた。これはピンチ、ピンチ通り越してパンチ、パンチポンチ、ポンチも通り越してうんち。なんでうんちになるんだよ。どうするのこの状況を。頼むからハーデス耐えてくれ。あーダメだった、あっさりやられて。おじっぴじっぱー、うるせー、おじっぴじっぱー。ここはメンバーチェンジだ。ゾンビ対策でサルカニさんとクマンケン、さらには天使と黒い敵に対してカサジゾウ。これでリベンジオレンジマジマンジ。勝てるといいけどね。勝てるといい、そんな気持ちで結果なんか出るわけないでしょ。勝てるといいじゃなくて勝ちます。いいや勝った、いいや負けた。結局負けんのかよ、意味わからんな。まずはボサボサイの鬼にゃんまで倒してく。そして天使と焦げた敵が出てくるからカサ地蔵を出してゆく。カサ地蔵ってちっちゃくて可愛いよね。生ハムメロンぐらい可愛いよね。例えが全然よくわからん。さっきと違ってスムーズに敵処理ができそうだな。焦げたゴリラも倒しちゃったよ。だけどおかわりゴリラがやってくるから大丈夫か、カサ地蔵。大丈夫そうだよ。やっぱりカサ地蔵って強いね。吉田沙保里もびっくりの強さだ。ここで鬼にゃんまはやられちゃったけど、カサ地蔵が頑張って戦っていく。さっきみたいに押されてないね。さらにはサルカニ演歌の皆さん出していく。もう全員で一気にゴリ押しゴリ押しゴリラ押し出し大作戦でいってみるよ。さあ出てこい焼き鳥野郎、ジューシーに美味しくいただいちゃうよ。サルカニ演歌の皆さんだけじゃなくて、イズとオニニャンマも出しておく。みんなで邪魔くさいゾンビ野郎一気に倒してゆけと思ったんだけど、イズ早く出しすぎちゃったかな。潜って出てきたやつと攻撃してほしかったんだけどな。あ、そしてもうやられた。全然活躍してないじゃないか。出すタイミング間違っちゃったかな。まあ手加減としてわざと間違えてやったんだけどね。絶対嘘だ、思いっきり嘘ついてるよ。腐ったペンギンっていつまで出てくんだろうな。これ一生出てくるパターンだったら結構厳しいかもしれないな。これだとピオルーツに全然たどり着けてないもんね。じゃあこれ難しくなりすぎだから課金しないと勝てないよこんなの。というわけで7円だけ課金します。そんなんじゃ買わないよ。無課金でもできるってところ見せてやろうよ。じゃあ頼めよサルカニさん、こいつら全部倒してくれよ。意外と頑張って
ダメージ与えてるよね。腐ったペンギンの数もだいぶ減ったし、これならいけそうだよね。でもジャッキペン Z が途中から出てきちゃったせいで前に壁行けなくなってるね。サルカニ演歌の皆さん、壁なしすっぽんぽん状態や。さすがにこの状況厳しすぎたか。あとはガオに頼むしかない。今までありがとう。サルカニ演歌の皆さん、君のジャイアンみたいな歌声は忘れないよ。歌下手だったのかよ。歌下手だったんだよ。気づけば相手だいぶ取り巻きいなくなってすっぽんぽん状態。今がチャンスだ。ガオガンガン攻撃いったれいったれ。これは一気にいけそうな状態になったね。鬼ヤンマ強引な一撃頼む。いってくれ。まだ取り巻き邪魔だな。全然近づけない。だけど頑張るガオ。ありがとう。さあイカでも倒しちゃえ。おーイカ倒せたよ。せせせた。あとは焼き鳥柚子胡椒味だけ。美味しそうな味になってるな。とっとと決めて鬼ヤンマ。だけど取り巻きがまだまだ邪魔。ワニたちが邪魔。厳しい。だけどいけ。うわー鬼ヤンマやられるかい。攻撃力アップで攻撃してくれよ。でもイカ天がいなくなっただけで大暴走するようになってきたね。イカ飯が邪魔な相手だったのか。さあとどめ刺したれ。もういっちょいけ鬼ヤンマ。うわーもうなかなか近づけない。とどめ。うわー厳しい。思った以上に時間かかる。もう勝ったようなもんだけどなかなか終わりにしてくれないね。本当だよ。負けを認めろよ。今日だよ。反則負けだよ。もうチートだよ。チートを訴えてやる。別にチートじゃないからね。訴えてもこっちが負けるだけ。鬼ニャンまで全然攻撃できてないし、他のキャラにしといた方がよかったか。何やってんだよ先生。先生のせいにしないでよ。っていうかこんなにやられないんやって。こいつ無敵でしょ。そんなことはないけど、めちゃくちゃ体力高いんだね。まあでもガオがそのうち倒してくれるからのんびりと待ちますか。ガオやられんの。どうしたらいいんじゃこの状況。急に戦い厳しくなったね。こっから負けるってやだ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 。絶対やだよ。どうしようどうしようどうしよう。頼むイズ、なんとかこいつ倒してくれ。もうワニワニちょっとどんだけ逃げるんだよ。よかった倒せた。なんとか倒せてよかったね。うれうれうれしいな。うれうれうれしいな。うれしすぎてハッピー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 ピー。あとは投稿してクリア。楽勝のショショのショ。楽勝ではありません。この調子でジャンフォレクリアしていくぞ。バイバイバイポンポロピー。チャンネル登録よろしくお願いします。